はい、金山選手よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。元気ですか？はい、もうすごく元気です。今、まあ、岡山でプレーされていて、まあ、僕たち、うん、コンサドーレ札幌で1年半プレーしてるんですけど、カノ君ってプロなってからのこの今に至るまでの流れって どういうチームは行きましたっけ？カノ君って最初長崎ですよね、うん、そう、大学から長崎にはい、セレクションで入って。え、セレクション？そう、セレクションで入って。え、当時長崎はカテゴリーは何でした？ JFL。 あ、JFL にセレクション。あ、え、待って、知らん、そうだったんだ。はい、だから俺はだから大学の時はもうセレクションをもういろんなとこ受けて、最後の最後は長崎で。あ、そうなんですね。一応 J リーグとかはなかったってことですか？そう、いろいろ行ったんだけど結果ダメで。はいはい。え、大学その前どこですか？大学の前はサンフレッチェ広島ユースで。あ、サンフレのユースからなんだ。立命館大学行って。はいはいはい。立命館で、まあ、京都でしたっけ？あれどこでしたっけ？京都ですよね、うん。あ、そうだったんですね。で、まあ、プロなりたいと思ってて、だけど、オファーがなかったから、いろんなとこセレクション行ってたっていう。そう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 。そうだったんです。セレクションっていうのは、でも具体的に地域リーグとかですか？ JFL とか。地域リーグだね。もうその時の JFL のチームを、はい、手当たり次第にバーってセレクションで自分で紙書いて、すごい、払って受けに行くみたいな。あ、アグレッシブです。もう本当プロになりたかったんですか？そうだね、やっぱ。すごい、それに対して夢が、ちょっともうちょっと振り返っていいです？もともと生まれは島根県ですよね、うん、そうです。どういう今最初どういう感じでサンフレユースまで行ったんですか？まあ、そもそも島根県ってめちゃめちゃサッカーのなんていうかな、レベルが低かったの。はいはいはい。今もそうだと思うけど、高くはないと思うんだけど、うん、まあ低くて、はい、何かわかんないけど、そのケントレセみたいなやつに中学校の時にたまたま、はい、行くことになって、そこで、はい、なぜかサンフレッチェ広島ユースのスカウトの人が見てて、はい、でなんかセレクションに来ないかって言われて、はい、呼ばれてちょっと練習参加行って、でなんか奇跡の合格したっていう。あ、そうなんですね。いや、それこそさっきこの1時間前もクリアソン新宿でプレーしてる大崎純也選手って、僕と同い年の選手と対談してたんですけど、うんうん、彼もサンフレユースで、もう本当に有名だと思うんですけど、その寮入ってすごい山奥でそこでこう青春がなかったよねみたいな話なんですけど、うん、かな君もそんな高校生活だったんですか？もう多分全く一緒かな。だから、もろ純也と俺は1-4みたいな感じで。あー、そっか。でも被ってはいないですもんね、1-4だと。被ってるんだよ。え、なん、あ、もしかしてあれです、は初めて聞いたんですけど、なんかサンフレって中学3年生から転校して3ヶ月そこで卒業しなくちゃいけない、はい、それどういうことなんですか？それびっくりしたんですけど、そのルールというか。私立、はい、国公立、あ、国立だから、はい、県立のとこだから、はい、地元のところを卒業してないと多分受験ができなくて。あ、そういうことなんですか？私立じゃないから。あ、そういうことなんだ。純也、それ全然認識しなかったですよ。なんか慣れるためじゃないですかみたいな。違うね。そう、住民票がないと多分試験受けれない。あ、そうなんですか。そういう感じで早めに来て、そっちで住民票取って受験してみたいな。そうなんですね。うん、そうだったんだ。じゃあ、かな君、サンフレユースってすごい強いイメージがありますし、うん、めちゃくちゃそのプロを輩出してると思うんですけど、当時、被ってるメンバーで前田俊介くんとかと一緒やって、前田俊介くんが俺が1年の時の3年生で、あ、もうやばい時じゃないですか。最高世代で。同世代では誰かプロ行きました？は平重隆一っていう。ああ、東、もう有名ですよね、うん、平重選手。あと遊佐克美っていうインドとかでプレー。まだ今福島。あ、そうなんですね。そっからもちろん高卒プロってやっぱね、ユースだからそのままトップっていうのは描いてました？描いてた。ああ、でも難しくて。もう。で、大学行くっていう流れで。そうね、うん、で、そこからちょっと戻るんですけど、JFL の長崎にセレクション受けて。うん、でも、他どっか受かってたんですか？いや、それがどこも受かってなくて。かな君、全然優秀なキーパーじゃなかったんですか、当時は。全然違うよ、俺はもう。もう本当に、もう本当になんていうんですか、まあ、なんかこう、これ、いい意味なんですけど、こう雑草魂じゃないけど、うん、本当にこう、世代別の日本代表に入ってたとか、そんなんじゃなくて、
そう、あでもまあサンフレユース入ってるだけでまあすごいですけど、セレクション、そうだね、大崎純也とはもう真逆だよね。まあそうですね、彼はまあエリートコースですもんね。確かに確かに。で長崎当時 JFL もでもあれですよね、 今ほどやっぱり環境とか盛り上がってないですよね。結構もう J とは遠い存在でしたよね。遠い、もう練習場なかったもん、あもう点々としてっていう感じで、その辺の公園で2部練習、しかも2部なんですね。そう、そこでもゴールもない何もないとこで、すごい、なんかちょっと感動してきますね、そういう話聞くと。そこでじゃあ仕事はしてたんですか？バイトしてて。ああ、なるほど、なるほど。サッカー教室をして、夜サッカー教室して、はい、それで1回3000円とかを稼げて。はい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 。もう入るのと練習とっていう、もう、でもほぼお金はもらってなかったね。ああ、もうギリギリですよね、生活としたら。もうマイナスだよね。もう大学時代に貯めたバイトをなんとかって感じだと思う。そんな感じだね、すごいな。でそこから長崎、まあ、今ね長崎すごいビッグクラブになってると思うんですけど、どういう在籍中はどういう流れだったんですか、長崎っていうのは。まあ、そっか、最初在籍3年、はい、長崎にいたんだけど2年間 JFL、はい、で2年目に JFL 優勝して、はい、優勝してで昇格したんだけど、まあ、その2年間はほぼほぼ出てなくて、はい、あそうなんですね、うん、でJ の初年度にそのたまたまその一番手のだった人が前年度、はいはい、怪我してて手術して、はい、で移籍してきた人が、まあ、試合最初出てたんだけど、はい、まあ、3試合ぐらいあんまり調子が良くなかったのかで、はい、4試合目から俺がポンって出て、はい、そっからもう破竹のもう10人とかそんなになって。すごいですね。それでも当時 J3 ってありました？ない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 。まだないから、じゃあもう JFL 優勝したらもう J2 だったんですね。そう。あ、だからそれもなんかすごい感覚だな。ね、でも JFL ってその強いチームいっぱいあるじゃないですか。そのもうライセンス持ってないけど強いチームがいっぱいあると思う。それでも優勝したんですか？優勝したね、ちゃんと。それ優勝した時も公園でゴールないところで練習したんですか？やってた、全然。そこで JFL 優勝したんですか？すごいですね、それって本当に。メンバーが良かったとかですか？メンバーも良かったと思う、今考えたら。ああ、結構プロでも全然通用するくらいの選手は何人かいてっていう。いたと思う。ああ、うん、そうだね。そうなんですね。そこから J2 で長崎で1年プレーして。そう。でその後コンサドーレ札幌、うん、やばくないですかそのキャリア。もうなんかどんな感覚です、もうなんかわからないんですよ。僕も一応なんかこういい感じで上がっちゃったんで、なんか学生時代とか本当にそういう、うん、まあ本当これぐらい自分の弱みだと思ってるんですけど、あまり苦労した経験がなくて、学生時代はかな君とかそこ行ってセレクションで受けて2年そんな感じでプレーして1年上がってコンサドーレ札幌ってもう正直テンション上がりますよね、それは。いやもう夢って感じだったね。もうやっと J リーガーなった、プロだったぞって感覚ですよね。そう。その1年間の長崎ではどういう結果だったんです、チームの順位とかは。結果その日初年度なのに J リー2初年度で6位に入って、当時監督高木拓也さん。高木さんか、そっか。いや、やっぱり有名っていうか、高木さんが有名じゃなくて、その長崎のサッカーとかがやっぱりすごい、なんかすごい印象ありますもん。すごい縦にこう、アクションサッカーじゃないですけど、そうですよね、そうでしたよね。結構騒がしてたもんな、当時。そうなんで、そこでもう本当に、みんながハングリーやったから。いや、本当にそんなイメージありますね。思い出した。当時の。これ勝ったんだよね、多分。ああ、そうだったかもしれない。それだって2014、13対戦してますね。僕も下手したら出てたぐらいかもしれないですね。そうなんですね。でそこからコンサドーレ札幌からオファー来て、当時って誰いましたっけ、キーパー札幌。札幌はホスンと、あ、ホスン、テツさんと、テツさん、アワカ、アワカ。いやーすごい懐かしい、なんか感慨深いな、この話。もうコンサドーレ札幌の方もすごい僕的には見てほしいというか、あーそっかそっか。なんかその時ってキーパーってぶっちゃけどういう感じなんですかっていうのも、その
1番手2番手とかってちょっとあったりするじゃないですか、キーパーって、うんうん、そういう時ってカナ君とか多分札幌来る時とか、まあ、もちろん主力として考えられてたわけですかだと思うけどね。ああ、まあそれはそうですかね、うんうん、確かにそのメンバーだったらそうですね、うんうん、確かに、そうだね、行ってすぐ開幕戦も出れたし。ああ、開幕戦そうだったんですね。あのジュビロと試合したの、はい、PK、 はい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 、札幌ドームでしたっけ。あ、いや、アウェイ。アウェイでしたっけ。あ、そっか、ちょっと覚えてないな。懐かしいな。懐かしいですね。ホスンとかも元気してるんですかね、今。そっか。で、もうコンサドーレ長いですよね、あそこそこから。4年間、コンサドーレで。4年間いて、で、岡山行って。うん。あ、そしたらキャリアの終わりにそこまでチーム渡り歩いてないですね。結構一つのチーム長いですね。そうだね。3年、4年、5年って。わあ、すごいですね。いや、でも本当に、まあみんな多分、まあ僕が今更言うことでもないと思うんですけど、カナ君って本当にもう、プレーとかも もちろんなんですけど、やっぱりこう、チームに、僕があのクラブの GM とかだとしたら、カナ君って絶対チームにいてほしいんですよ、一人は。カナ君みたいな選手って。もうそれぐらいそのピッチ内外での、やっぱり貢献度ってやっぱすごいから、だから本当、一つのクラブでね、まあ、もちろんプレーで出してるっていうのが一番ですけど、そういう意味ではあまりサッカー選手の中でもすごい特殊なポジションかなと思うんですけど、すいません、全然あの本題に入れないんです、入れない、この盛り上がっちゃって、僕の中で。なんかそんな、まあ、カナ君がまあ言ったら、なんていうんですかね、最初からこう本当にあのプロ確定されたような人生じゃなくて、本当努力と、まあ、もちろん才能もあると思うんですけど、そういう感じでプロになったとは思うんですけど、その子どもの時になんか考えていたこととか、こういうことを意識してサッカーに取り組んでたのか、なんかそういうことってありますか。本当に、まあ、最初の頃に言ったけど、島根県の時にでサッカーしたんだけど、本当にサッカーを知らなかった。いや、まあそうです。ここからプロって正直サッカーとか、まあ、何でもせ環境で決まるところって若干あるじゃないですか、はい、もう島根県、僕47都道府県のうち45都道府県に降り立ったことがあるんですけど、2県だけなくて、それが1個島根県なんですよね、はい、J リーグのチームもないですし、はい、すごい行ってみたいんですけど、まあ、そこからこうやっていくわけですよね。うん、なるほどなるほど。いやー、正直その時はとりあえずサッカーが好きっていう気持ちがすごい強かったのは、はいはい、きっかけって何なんですか、そうサッカー始めたきっかけは。で、本当に友達がやってるっていうところから、小学校先生の時に俺もやってみようかなと思って、はい、なるほどなるほど、やったんだけど、最初フィールドですよね。本当に下手だった。フィールドで、うん、キーパーになったきっかけとかは何なんですか。まあ、あの遠征に行けなかったから、フィールドプレイヤーじゃ、はい、下手すぎて、でキーパーの枠が1枚余ってて、はい、でそれにあの何人かで、はい、あの試験で誰が行くかみたいな、それで僕がちょっと受かって、なるほど、なるほど、小4ぐらいからかな、はい、キーパーになったら。あ、そうなんですね。じゃあなんかもう本当意識していたことというか、もう本当とにかく好きでやってたっていう感じですか。まあ、小中は本当に中学校も県大会に行きたいとか、はい、そういうのでめちゃくちゃ練習頑張ってたな、みんなで。なるほどなるほどなるほど。もうその時身長とかは高かったんですか。あ、高かった高かった、もう。あ、そうなんですね。うん、そっかそっか、なるほどなるほど。まあ、なんかあともう一個その聞きたいのが、まあ、幼少期、そんな幼少期を過ごしたと思うんですけど、なんか、うん、あのかなくんで、まあ、金山純喜っていうこの人間ができたと、できたと思うんですけど、うん、まあ、その親の影響ってすごく僕たちってやっぱでかいじゃないですか、うん、環境も大事ですけど、持って生まれた遺伝というか、そのかなくんのそういうかなくん像みたいなのができたのって、そのなんか親にこうなんか幼少期とかどんな感じで育てられたんですか。なんか印象に残ってるエピソードとか、なんかこういう感じでサッカーなんか、ね、サポートしてもらったみたいな、なんかそういうあのあります、エピソードみたいなところって。そうだね、まあ早めにだから親元を離れたっていうのもあったんだけど、はい、まず一つ頭の中にあるのが、怒られた記憶があんまりないっていう。ああ、そうなんですね。本当に自由に俺がサッカーの練習やりたいから朝早く行くとか、
はい、あの遅くまで練習するとか、はいはい、そこに対してダメとか、はい、一回も言われたことないかなっていう。ああ、なるほど、なるほど。だから、本当に自分がいいと思うこととかだったら、もう全部もう肯定してくれて、はい、自分主体的に、主体性を持たせてやってくれた、あの、なんていうかな、子育てしてくれたなっていうふうには。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、あれやれ、これやれってあまり言われたっていうよりは、もう、かなくんのそういう選択とか意思に対しては、もう、いいよ、いいよっていう感じで。うん。なるほど、なるほど。でもなんか、かなくんってすごくこう、先輩に対しても礼儀正しかったりとか、なんかすごくこう、しつけをされてきてもおかしくないような、すごい、なんですけど、それ別になんか親に教わったとか、親にマナーちゃんとしなさいとか、あんまりそういうことでも怒られた記憶ってないですか？ないね。本当にない。そうなんですね。じゃあもう本当にその社会人っていうか、もうそこの学生時代のそういう経験で、そういう態度に、なんか、ユース上がりって結構緩かったりするじゃないですか、なんか。そうだね。はい。そこのあたり、なんかもう別に親から言われたってわけじゃないんですね、決して。そう、やっぱり部活動の先輩後輩だったりとか。ああ、まあそっか、中学とかそうですもんね。そう、やっぱそういうとこから俺はどんどん学んで、先輩には、礼儀正しくしなさいとか。なるほど、なるほど。大学とかも行ってますもんね。そう、もう基本的にやっぱり、そのチームメイトとか指導者、まあ、そういう人からのやっぱ影響っていうのはすごいあると思う。なるほど、なるほど、なるほど。確かに。それは大事ですね。うん、なるほど。まあ、そんな幼少期とあの環境で育って。まあ、でも、あと、まあ、最後に一つ。この、まあ、動画のテーマが、そのプロサッカー選手になる、まあ、方法みたいな、プロサッカー選手になるためには、うん、何が大事だと思うかっていうのをいろんな選手に聞いてるんですけど、やっぱりこういろんな選手と対談させていただくと、やっぱ夢叶える人とか目標達成する人、なんかある程度共通点がこう見えてくるんですよね。まあ、それをこう見ている、あの子供であったりとか、あの親御さんであったりとかに伝わればいいなと思ってやってるんですけど、かな君が思う、まあ本当にプロサッカー選手という夢をね、なんかもう本当叶えた人代表だと思うんですよ。なんかこう、本当にもうストーリー的に。かな君が思う、これが結構重要だよって思うことをなんかこう挙げるとしたら、答えは1個じゃないと思うんですけど、何って答えます？まあそうだね。夢っていうのはあの自然と掴むことは絶対ないから、はいはい、たまたまはないですね。やらないといけないと思うんだよね。だからやっぱり自分で考えて行動して掴みに行くっていうのを延々と繰り返し続けるっていうのが、はい、夢を掴むためにはどうかなと。いやもうかな君のその掴んだもの そのものですね。掴んだ経験そのものって感じですよね。もういろんなところセレクション受けたりとかしてって感じですもんね。そう。だから、まあ俺がその分岐点だったのは大学の時に試合出てなかったの、大学4年生の時も。え、そうなんですか？そう。はい。でもプロに行きたい。って考えた時に、じゃあセレクションにまず行かないとって。うん、まあそうですよね。セレクションはどこにあるんだって言ったら J2 はほぼなかったから、まあ、J2 に行って、そのいろんな県に東京行ったり香川行ったり、はい、やりも、はいはい、全国転々として最後の最後まで受けて、もうこれなかったらやめようと思ったところが長崎だったから。なるほど。もうそこにじゃあ引っかかってなかったら今のかな君はもうないっていうか、そこ例えばもう3個ぐらい受けていっかって思ってたらもう今はないってことですよね。うん、まあ、でもこれは本当参考になりますね。そこまでハングリーにアグレッシブに夢を掴んだ、まあ、才能だけでね、行っちゃう人ももちろんいる中で、そういうのはすごい大事ですね、改めて。だから、なんていうか、人にやらされてやってたら絶対それって言い訳があるけど、言い訳になっちゃいますね。自分で考えて行動したら、後悔はないし、うん、納得できるから。やっぱそこが全てかなって、うん、夢を叶えるんだったら自分で行動を考えて行動する、はい。まあ、仮にそのやりもう本当に自分が納得いくまでやって結果出なかったら、まあ、後悔はないですもんね。やることやったっていう、後悔ない、自分後悔はないですよね。ああ、それはすごく共感しますね。
わかりました。あ、すみません、最後にもう一度、まあ、プロサッカー選手を、ね、目指している子どもたちであったりとか、まあ、それを支える、ね、保護者様とか、ね、結構この、動画見ること多いと思うんですけど、結構相談でも子どもたちにどんな声かけをしたらいいかとか、プロサッカー選手を育てたことがない方の方が多いわけじゃないですか、この世の中当たり前なんですけど、子どもたちと保護者様と両者にこう最後ちょっとメッセージというか、伝えたいことっていうのをこう一言ずついただけますか。はい、じゃあまあ子どもから、はい、行こう。まあ、夢を追うサッカー選手になりたい子どもたちのみんなには、本当に自分で何が必要なのか、どうなりたいのかっていうのを常に考えて、それをつかみに行動してください。そしてそんなに簡単にうまくはいかないけど、それでも何回も何回も自分で行動して、考えて行動して繰り返していったら、絶対何かしら自分の中でつかめると思うので、がむしゃらに頑張ってください。そして、子どもじゃなくて保護者の皆様に対してで言ったら、やっぱり子どもの主体性を持たせるために、やらせるんじゃなくて、支えながらそっと背中を押す、時には見守る、そういうのを繰り返しながら、必要な時だけに手を差し伸べたりとか、しながら、本当に子どもの信じていってほしいなと思います。はい、以上です。ありがとうございます。まあ、本当にプロ目指したくても、どうやって、ね、プロになったらいいかとか、何をまずしたらいいんだろうって迷う子どもたちとか保護者様も多いと思うんですけど、まあ、今回の金山選手ぐらいね、もうアグレッシブに自分の道をこう自分でもうぐい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 切り開いていくような学生たちが出てくるといいですね。そうだね。 OK です。 OK です。はい、それでは、本日の対談は以上になります。ではありがとうございました。はい、ありがとうございました。